竹島と一島、竹島ほか一島とは、明治初期の日本のいくつかの公文書で言及される、日本海西部の日本と韓国の間にまたがる、不確定な二つの島で、日本と韓国の間で領有権争いがある、竹島について、その争点の一つとなっている。1877年、明治10年に発せられた、大上官指令。 竹島と一島の基本法官刑務の儀とか、愛心へことや、大乗類典の日本海内、竹島と一島を万ンズ街とテームとした一文が、日韓の竹島における領有権の解釈ら問題になっている。移領島は、江戸時代まで日本では、竹島と呼ばれていたため、韓国は、この一文の竹島が移領島で、岳市島が現在の竹島、独島と解釈し、 この指令は日本自らが現在の竹島独当を朝鮮領と認めている明らかな証拠であるとしている。ただし、大上官指令には松島のことは全く書かれておらず朝鮮領であるとも書いていない。日本でこれと同様の考えを持っている学者は京都大学の堀和夫名誉教授と名古屋大学の池内里教授で現在の竹島は1877年の時点では 日本領ではなかったと主している。しかし現在の竹島が竹島として島根県に正式に編入される1905年までの明治期の近代的地図にはイギリス船の測量間違いを端に架空の位置に竹島が描かれ移領島が松島となっているため日本政府や日本の一部の学者たちはこの竹島と一島は架空の竹島と移領島を 指していた可能性が高いとしている。大上官指令に先立ち、明治政府は朝鮮に人を派遣し、江戸時代に日本から渡航し開発していた竹島、移領島について詳細に調査している。その内容が1870年、明治3年、朝鮮事件の朝鮮国交再始末内元武書きに記載されており、その中に竹島松島朝鮮付属に、 愛成功始末とした文がある。江戸時代まで日本では、移領島を、竹島、現在の竹島を松島と呼んでいたため、韓国では、この一文を、現在の竹島、独島が自国領である根拠の一つとしている。ところが、当時の朝鮮の文献では、右三島が、松島で、朝鮮領となっており、また当時の多くの朝鮮の地図では、その右三島の位置がほぼ、 宇津領島北東近坊の現在の竹書を指していた。詳しくは、宇三島を参照また、朝鮮国交最始末内元武垣は、松島は竹島の隣島に、しかも松島の木に筆まで掲載せし書き留めも無のと、記して、松島が竹島、現在の宇津領島の隣島であり、これまで記録した文書がないと報告している。竹所が宇津領島の隣にあること、 竹所の資料が当時日本にないこと、一方、松島、現在の竹島は、移領島の隣島ではなくて、約九十キロメートルも離れていること、当時日本には、松島、現在の竹島の資料が多数存在していたことなどから、日本ではこの文面の松島は、現在の竹所を指していると考えられている。年、明治年、内務省の管理が、 地籍変算調査のため、島根県を巡回した際、県に対して、竹島の地籍変算のため内務省に詳細を報告するよう要請した。そのため、島根県は内務省に対して、下記の日本海内、竹島と一等地籍変算型伺いにより、地籍への編入の可否について紹介を行った。この紹介文書には、竹島へは、大と村川家が、 江戸時代に幕府の許可を得て渡っていたことが記された外略の文書と磯竹島略図が添えられていた。日本海内竹島都一統治籍編纂方うか伺いに1ページ目国立公文書館アジア歴史資料センター。この文には磯竹島略図に記載の距離がそのまま書かれており、沖の北西120里約 480km に周囲およそ10里。 約4 0トルの竹島があって、次の一島が周囲30町、約3 2 7 0ルの松島で、竹島と同一路線の大きいより80里、約3 2 0トルにあるとしている。磯竹島略図は明らかに現在の移領島と竹島を示しており、この分の竹島の状況や位置関係の比からすると、竹島と一は、 現在の、宇津領島と竹島を示していると言えそうだが、本文の距離と実際の距離は大きく食い違う。これは、磯竹島略図が測量に基づくものではなく、原禄時代の鳥取藩、小谷兵、差出港島の絵図にある距離をそのまま記載したものだからである。磯竹島略図の沖と松島の距離は80里、320km となっているが、沖から、 現在の竹島までの実際の距離は約1 5 8キロメートル、沖から移領島までの実際の距離は約2 5 0トルで当時普及していた近代的地図の移領島を示した松島や架空の竹島に近い。江戸時代まで日本では移領島を竹島、現在の竹島を松島と呼んでいたため韓国ではこの分野絵図を根拠に あとの大上官指令で、竹島と市島の基本法関係部とした、竹島と市島を、両島と現在の竹島と関し、日本と関係ないのであるから、韓国領であるとしている。韓国に帰化した清掃大学校の保坂雄二教授は、明治時代以前の日本では、地上も海上も同じ里としているがその距離概念は違っていたとしている。これらの距離の里を、帰り、 1海りイコール1852メートルとして計算すると、移領島と現在の竹島は実際の距離に近くなるとして、当時の日本の地図の記載間違いなどは日本の歪曲的解釈であり、1905年の竹島の島根県編入は日本の軍国主義による侵略の始まりと位置づけている。しかし、本文の距離、里は原独年間に書かれた鳥取藩。 竹島の絵図の距離であり、明治になって取り入れられた帰りではない。1787年フランスの航海からペルーズが、移領島を発見し、ダジュレー島と名付け地図に記載する。2年後の1789年イギリスの探検家も、移領島を発見したが、測量ミスにより、移領島と朝鮮半島の間の位置にアルゴノート島として地図に描いてしまう。以後、 西洋の地図では実在しないアルゴノート島と、移領島を表すダジュレイ島が描かれる。1840年、天保11年、日本に住んでいたシーボルトがオランダへ帰国後に、日本地図を発行するが、実在しない位置に、高島、アルゴノートと書いた島を描き、移領島の位置に、松島、ダゲレットと書いた島を描く。この二つの島には、経緯度が記され、松島、 ダゲレットには、正確な、鬱領島の緯度と経度が記される。この地図にはまだ西洋人には発見されていない、現在の竹島は描かれていない。つまり日本の古地図にある、竹島、鬱領島、松島、現在の竹島を実在しないアルゴノオト島と、鬱領島を表すダジュレイ島に当てはめてしまったので、ある。その後西洋や日本の近代的地図にはすべてこれらの、島を、 同じ透明で書くことになる。上記の島根県紹介文書を受けた内務省は、さらに大上官に対して紹介を行った。この内務省からの紹介を受けた大上官は、1877年、明治10年、元禄時代に朝鮮と交渉し、日本から竹島、移領島への渡航を禁止したこと、竹島一県などから大乗官指令により、 竹島と市島の基本法関刑務の儀とか、愛心得ことと決定した。1877年3月29日付の大上官が出す指令案、日本海内、竹島と市島地籍編さ方伺い全文、国立公文書館アジア歴史資料センター。生まれたばかりの明治政府は、近代的な地籍を編さするために、 朝鮮と日本の間の不正確な島について調査した。当時はすでに近代的測量で作られた西洋の地図や日本の地図が多数あったが、これらの地図には、アルゴノート島、竹島と書かれた実在しない島、ラジュレー島、松島と書かれた島、リアンコートロックス・ホーネッツなどと書かれた島の3つがあった。これらの島のどれが日本の領有になるのか。この時、 明治政府が朝鮮側の資料を調べさせた報告書が朝鮮国交再始末内元武きで日本側島根県の資料を調べさせた報告書が日本海外竹島と一等地席編参加うかがいである原独時代に起きた朝鮮と日本との間での領土問題竹島一県において日本は竹島移領島を放棄しているがこの時の交渉には松島 現在の竹島の名前はなく、竹島のみである。また、日本海内、竹島都市等地籍編纂ん方伺いに添付された、元禄時代の古地図、磯竹島略図は、参考に添えられたが、大上官指令に、松島の名は出てこない。当時の近代的地図上では、同一路線上に、架空の島が、アルゴノート島、竹島、移領島が、ダジュレイ島、松島になっており、 日本海内、竹島と一島地籍編散型伺いや、大上官指令の、竹島と一島は実在しない、アルゴノート島、竹島と、ダジュレイ島、松島を意味していた可能性が高い。大上官指令の発せられた3年後の日本の軍艦、天城の調査で島の名称の誤りが判明するが、混乱を避けたためか移領島に書かれた、松島の名称もそのまま地図に記載され、 西洋名称となっていた、現在の竹島を1905年に島根県に編入する際に竹島としている。一方、朝鮮では1908年に大韓帝国の構想の命により編纂された造保文献尾行まで、宇山島が松島であるとしており、当時の朝鮮の地図では、宇つ領島の北東近傍にある、畜所と見られる島がう山となっている。また、朝鮮側の地図には、 現在の竹島と否定できる島は全く記入されていないため、これら朝鮮側の記録からすると、朝鮮国交最始末内元武岳に書かれた松島は、宇山島で、現在の竹島なる。日本の、磯竹島略図にも、朝鮮の地図の、宇つ領島北東近傍の、宇山島と、同様、磯竹島北東近傍に竹島と見られる。 魔の島と書かれた島が描かれている。元六年間に書かれた、鳥藩の、小谷伊兵、差出港竹島の絵図にも、魔の島が書かれている。磯竹島略図には、現在の竹島を示す、松島も描かれているが、大上官指令では、竹島、松島とせず、竹島と一等していることから、移領島と竹章、明治期の地図にはない、魔の島の名称は使用せず、 竹島と一島と表したとする考えもある。いずれにしても日本が島根県に編入する1九百五年までに現在の竹島を朝鮮人が支配した事実はない。1九百八年までの朝鮮での移領島付近の認識は右山島を参照。大乗官司令の発せられた三年後の八百八十年、明治十三年には日本の軍艦、 天城の調査で島の名称が誤っていることに気づいたが混乱を避けたためか引き続き移領島を松島として地図に記載している。1905年、明治38年に現在の竹島を島根県に編入し竹島とするが、その後も移領島は日本や欧米の地図で松島とされている。軍艦天城の調査前の状況について、 外務省の北沢正成は1881年、明治14年にまとめた、竹島交渉において、小瀬竹島松島一投両名ある派別、二二投あるの説噴雲欠説。この竹島松島において、一投二名あるいは別に二投ある説が噴雲として、決まっていないと記しており、戦艦天城の調査以前は、諸説が乱れていたことがわかる。これにより、 北沢正成は、今日の松島派すなわち、元六十二年小する所の竹島に、して、古来がバンズ街の地たるやちるへし、今日の松島は、すなわち、元六十二年に故障していた竹島であって、古来我々の半都街の地であることを認識するように、として、この当時松島とされている島が、移領島であると結論づける。この認識は、内務検体所機関、 西村捨造の外務省書記官宛て紹介文書にも出来るほか、当時の内務省や外務省の見解にも反映されるようになる。この文書は、島根県からの日本海大松島海昆の疑似風伺いの処理に関するもので、お都合としてその文書が添付されていた。このお都合は、移領島のことを松島と表記しており、この内務省からの紹介に対して、外務権大書記官、 光明寺三郎の内務検大書期間、西村捨蔵宛返答文書明治14年11月30日、期案文、公、第2651号では、朝鮮国移領島、即、竹島松島の義とて、竹島と一島が、移領島一島だけであることを示している。大上官指令作成時には、名称がわからなかったため、竹島と一島とされた島が、 戦艦天城の調査とその後のこれら外務省と内務省のやり取りからダゲレット島つまり移領島及び竹所であると認識さるに至ったことがわかる。島根県の竹島資料室の研究では軍艦天城の調査後も日本では引き続き移領島を松島としたためそれまで架空の位置に描かれていた竹島の名を朝鮮で宇三島と呼ばれていた 現在の竹所当てはめたとし、大上官指令の際、実際に、半都外としたのは、移領島だけであるとしている。朝鮮国交際始末内元無垣当時では韓国が主張する、松島イコール三島の意味での、松島は、現在、竹所と呼ばれる島を意味することは、日章録、青九図、小生因日記、係争本などから明らかである。 つまりは、朝鮮政府では19世紀初頭において、すでに、ウサント、朝鮮人の言う、和人の言う松島は今日、畜所と呼ぶ島であると否定していた。大乗官指令の必要を生じさせた島根県、紹介文書の磯竹島略図には、磯竹島、現在の宇津領島、磯竹島、現在の宇津領島に近接した無名の島、松島、現在の竹島、 沖島が記載されていた。もし、島根県が、竹島、現在の移領島と松島、現在の竹島とを取り上げたのであれば、当然、表題と内容は、日本海大竹島、松島地赤変算型伺いでなければならない。それを、竹島と市島としたのであれば、伺いの対象が、無名の小島なのか、松島なのか、おきとなのかわからない、欠陥文書である。 県庁内での規案、決裁過程で問題を引き起こし、文書を発行できない。たとえ文書化できたとしても、内務省から突っ返されたことであろう。また、当時は現在と異なり、松島、現在の竹島の貴族は、問題とされていなかった。島根県が、松島、現在の竹島の地籍編纂に疑問を持つ余地は、なかったし、大乗官が、松島、現在の竹島について、 本法関係これなきにと判断する必要性も根拠も全く存在しなかった。また、島根県紹介文書、内務省の大上官宛て紹介文書、大上官指令のいずれもが、兄弟で、竹島都市島と記載しながら、その内容では都市島について全く触れていない。関係者が、地籍編纂の可否について、実質的な検討を要するのは竹島のみであり。 都市島は言うまでもなく竹島の決定を順用できる。言い換えれば、都市島は竹島と一体的であると考えていたこと明らかである。これには、松島、現在の竹島も沖島も当てはまらず、竹島に近接した無名の島、現在の竹所のみが当てはまる。当時、1870年の外務省、朝鮮国交際始末内元無き報告によって、 宇都領島と隣島の存在が新たに知られるようになった。けれども、その隣島が内もともがきの動きした松島でないことは明らかであった。そのため、島根県は竹島、現在の宇都領島及び日本側ではなお知らない。新発見の隣島、現在の竹所について、地籍編算の可否に疑問を生じ、竹島と市島として紹介を行ったと考えられ。 明治元年、五箇条の五政門が発布されるや、明治政府は、欧米列強各国に対する開国政策をさらに進めていった。それと同時に、各国海軍からは、シーボル海図や幕末期に、かつ海舟が編纂した、大日本国総約図等に記載される、竹島が架空島であるという情報が、相次いで寄せられた。大指令が出される時点では、 政官論の旗頭とされていた西郷隆盛が起こした西岸戦争はほぼ終局に向かっていた。それ以後、大上官、司令、1877年から軍艦天城の調査まで3年の間に明治政府の外交方針が大きく変わるような事件は起きていない。大陰訓派と貧秘派の激しい内紛劇が展開されたが、貧秘派が実権を握り前年に、 日朝修航状況が締結され、第一次、おさむしん氏が派遣された。日朝修航状況の発端である、高下島事件が、奉還外交であったかなかったかの議論は別にして、貧匹派の実験や、このような日朝関係は、その後も、軍艦天みによる、実地測量頃までは続いていた。年月には、州に引きられた、開花派が、 第二次、おさむしんとして来日している。よって、1880年の軍艦天城による実地測量の時点までの間に、日朝外交関係を変えるような特段の事情は、日本側にも、朝鮮側にも発生してなかったと言える。十数年前までは保有するには巨額の金を要した位置測定システムである GPS 装置などが、今日では、 子供が持つ携帯電話にさえ装着されている現状となっている。そういった現状を基準にして過去の歴史を見ることは三角測量のできない海上で船や当初や暗礁等の位置、緯度、経度を知ることについてあるいは海事政策について明治時代の人たちがどのような考えでいたかを考察、検証するにあたって全く的外れの憶測になることに注意する。 必要性もあるという指摘もある。緯度を測る技術と、経度を測る技術を、同等のレベルと考えている人が多いが、実は当時では三角測量を、山当てのできない海上で、つまり位置が判明してる島や暗礁はない遠洋で、次戦の、経度を正確に知ることは、天文学者、天体測量の熟練者であっても、不可能なことだったのである。なぜなら、 緯度計測とは違って、経度の場合には、時々刻々と高度が変わる天体の高度を迅速に、正確に計測することが必要だからである。その技術を何とか人類が獲得するのは、実は、先進地の英国で18世紀中頃であった。経度、経度法、クロノメータ、ジョン・ハリソン参照。日本でその技術、揺れる戦場でも、 迅速に天体高度を計測できるように工夫された六分儀や揺れる戦場でも精密に時を刻むマリンクロノメータを使った迅速、正確な天体測量を利用した天足工法、天体工法、天文工法を本格的に導入し始めたのは実は幕末の長崎海軍練習所からであってそのような三角測量のできない会場で揺れる戦場で精密な天体測量によって 繊維を知る、天足工法、天体工法、天文工法ができるということは当時としては極めて画期的なことだった。よって、このような画期的な測量を技術を持ちながら、日本政府独自の実地での調査等をせず、は、移領等海域での当初の否定等について、領土、領海について断言、断定をすることは、避けようとした改善性も極めている。つまり、 当時の明治政府での海図編纂の権限、機材は海軍省水路局にあった以上、1877年の時点で海軍省水路局の最新技術による調査が済んでない時点で、かつ海州や竜奈良吉の権限内に踏み込んで、測量技術や転速工法などの公開術での先生でもあった両者の例下にある海軍省水路局の調査結果を待たずに、 前島ひそかが独断で、移領島近海での当初の否定、領有権の帰属先について断言するようなことは、できるはずもなかったと言える。なお、海軍省水路寮や、海軍省水路局で使われる、水路という名称は、その編纂する、海図が、あくまでも、船舶の安全航行に資するためのものであることを、意味する。つまり、編纂された海図の名称、 表題として国名が使われていたとしても、その海図に表記される島などは、その国の領土であるということは意味しない。なぜなら海図はあくまでも、航海士らにとって、繊維を知る上で便利な島等が歌詞なら遠くにある、国境を隔てた島でも、目印として掲載するし、高校にとって危険な岩礁なども国境には関係なく消し、高校の安全を第一目的に編纂されるからで、 1978年、1880年の軍艦天木の調査により、大上官司令の言う、竹島と市島について、竹島が古来の松島であり、移領島であると否定され、と市島である無名の小島が竹所であると否定された。大上官司令の竹島と市島の基本法関係これなき義の判断は、妥当なものであったと言えよう。 大上官指令から28年後の1905年1月、日本政府は古来の松島、リアン小島内市、リアイコールトロック、現在の竹島について、無人島で他国占領の形跡がなく、本法人の移住、漁業従事が明らかであるため、国際法上占領の事実あると認められるとした。そこで、竹島と解消するとともに、 沖東司書官と定めて領土に編入した。もし、大上官司令の、とい島が松島、リアン小島内氏、リアイコールトロック、現在の竹島を指すのであれば、竹島の領土編入は、大上官司令違反となる。当時は、まだ、かなりの大上官司令関係者が生存していた。生存していた関係者が異議を唱えなかったはずがない。 大上官指令の戸市島は、松島、リアン小島内市、リアイコールトロック、現在の竹島を指していたのではなくて、竹島に近接する無名の小島、現在の竹所を指していたのである。竹島の日、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。